日本に高速道路ができてもう50年経つんですね。いくら頑丈に作られてるって言ってもやっぱり老朽化は避けられません。日頃工事しているところを見かけますが、一体どんなことをやってるんだろうと思う人も多いんじゃないでしょうか。今回は特別にケイちゃんとユウちゃんがその工事現場に行っちゃいます。はい、こちらがですね、佐川川の工事現場です。はい、あいにくのね、ちょっとお天気なんだけど、でも雨でも工事やるんですね。そうなんです、ありがたいですね、はい、本当にありがとうございます。こちらでは透明リニューアル工事の一環として全長725メートルの佐川川橋中央付近225メートルのコンクリート床板を取り替える工事が行われています。今私たちが立っているここは何になるんですかね。こちらは床板。これが床板、新しく掛け替えた床板になります。こちらの床板は全て工場で作ったものをこちらに持ってきて、橋を設置しているという状況になります。この工事で一番大変なのってどんなところなんですか。そうですね、こちらの橋は比較的 R がついてカーブがついておりますので、はい、こちらの方が大変になっております。これ曲がってるからこう分割して持ってきてはめてみたいな、これも計算しながら設置の方が、傾斜もちょっとついてる。そうだ、傾斜してるよね。ね、すごい精密なんだよ。普通につけてくると全部まっすぐになっちゃう。そうだね、そうだね、角度微調整しながら。ちょっとね。当時橋脚の高さが東洋一だったこの美しい橋をこれからも安心して通れるようにしているんですね。こちらはつぶらのトンネル、下り線左ルートに設置されている換気塔の撤去工事が行われています。大型の重機で行われる解体作業は迫力満点。ゴジラを見てるような気持ちになっちゃいました。確かに、そりゃ迫力はあるけど本線上での作業だけに大変でしょうね。いやー、なんかさ、重機も工法も進化してるからかさ、こんなに大掛かりな工事の割には人が少ないよね。確かに、うん、あともう映画のセットを壊してるみたいでちょっとワクワクしちゃいます。ゴジラ出るかな。今回は報道公開に便乗してリニューアル工事の裏側を見させていただきました。改めて高速道路は生きてるんだなっていうことを感じましたね。この番組はもっと安全にもっとスムーズにネクスコ中日本の提供でお送りしました。東名高速をご利用のお客様へ、専用アプリで参加登録し対象日時にご利用いただくとクーポンをプレゼント。詳しくは渋滞減らしたいで検索。次回は静岡県富士山世界遺産センター。